バルブスオフィシャル YouTube チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。バルブスギターのジャンです。本日はボディを交換してみたいと思います。本日ね、まあボディを交換とざっくり言いましたけれども、まあどういうことかっていうと、このギターね、これね、あれなんですよ。自分でパーツを集めて組み立てたストラトなんですけど、ちょっとこれのね、このボディをね、交換してみたいなと。で、なんで交換してみたいかっていうと、ストラト今2本持ってるんですけど、両方ね、ボディのね、材料がね、アルダーなんですよね。アルダーっていう木のやつなんですけど、はい。なのでね、これちょっとね、アッシュのボディに変えたら、どれくらい音変わんのかなっていうのがちょっと気になってまして、まあ、今までね、ストラトは何本か持ってたんですけど、全部アルダーのやつしか持ってなくて、なぜかアッシュのストラトは持ったことがないっていうね、のがあったんで、ちょっとね、それがね、ずっと気になっておりまして、で、まあ、このギターね、非常に、まあ、自分で組んだってのもあって気に入ってはいるんですけど、まあ、いい機会だし、ちょっと試してみようかなと思って、アッシュのボディを入手しました。はい、これですね。いい感じのやつです。はい、アッシュ材のボディですね。あれですね、MJT のやつです。すごい塗装もいい感じで。はい、ちょっとこれをね、交換したら、どれぐらいね、音が変わるのかをね、ちょっと、せっかくなんでね、検証もしつつ、やっていきたいと思います。で、ボディを交換するんですけど、その他のパーツは全部そのまま、本当にボディだけ交換するんで、それでね、どれぐらい変わるのかっていうのをね、ちょっと、見てみたいと思います。今日はですね、差が、よりね、わかりやすくなるために、そのままインターフェースに行って、そこからですね、プラグインで音をちょっと出しながらやりたいと思います。生の波形をね、入れた方が比較になるんじゃないかと思うんでね。はい、では早速音とりあえず取ってきます。とりあえずこんな感じ で、これを後でボディね、交換してからちょっと比較してみたいと思います。では、これね、まずはバラしたいと思います。まあ、バラすって言ってもね、外してジャックのハンダ付けを外す、あとアースを取る、それだけなんで、はい、特段ややこしい作業はないです。弦は新品なんで、そのまま頑張ります。はい、というわけでね、これバラし終わったんでね、サンバーストのボディからこっちのヴィンテージホワイトのね、こっちのボディのライトアッシュですね、のボディに組み替えていきたいと思います。
というわけでね、とりあえず形はギターの形に戻りました。なのでここからちょっとセットアップね、さっきと同じぐらいの状態に、はい、というわけで元通りボディを交換して組み上がりました。なんかやっぱり見た目がすごく印象変わりますね。はい、いい感じです。非常に持った感じは気持ち軽いような気もしますね。うん、そんなことないか、同じぐらいか、でもボディが少し軽くなったような気がします。というわけで音がねどれぐらい違うのかね、非常に楽しみではありますが、アンプの設定はねこれ同じですね。あとは波形がねどれぐらい変わるのかがちょっと楽しみですね。とりあえず音出してみますか。うん、いい感じですね。とりあえず撮ってみましょう。どうでしょうかね。波形で見ると気持ち小さくなったような気もしなくはないですが、元の取れ音ですね。まあ、組んでたってね、滞時間時期がね結構長いんでね、こっちのアルタの方は馴染んでる感もあるのかなとも思いますが、まあでもおよそ似たような波形ですけどね、気持ち どうなんだろうな、バランスとか、まあ微妙にねやっぱりセッティングがちょっと違うっていうのはねあるとは思うんですけどね。うん、でも弾いた感じとしてはなんだろうな、ミドルがすっきりした感じはしますね。うん、全体気がちょっとこうフラットになった。もともとのアルダのほらどうしてもこう真ん中がねちょっと盛り上がってる感じの音だと思うんで、うん、その辺ですごいすっきりしたかなっていう気はします。はい、ちょっとね改めてね聞き比べてみたいと思います。明らかに違いますね。やっぱアルダの方がミドルが、明らかに音が違いますね。もちろんセッティングもろもろその辺のね調整とかもないことはないと思うんですけれど、全くねさっきと同じコンディションかって言われたら多分そんなことはないんであれなんですけどね。でもねキャラクターがそもそも違う感じしますね。はい、いや変わりますね。はい、とまあそんな感じでね、はい、ボディね変えたら結果として音はものすごく変わったということで、はい、やっぱり影響あるってことですね。これはね、うん、アッシュのこのなんかアッシュの方が素直なんですかね。なんか音がすごいフラットな感じはしましたね。うん、まあせっかくね
もう一本ね、このメインで持ってるストラトがね、アルダーなんでね、こっちはちょっとしばらくアッシュボディで行ってみたいかなと思います。見た目もね、この白いギターね、いいですよね。うん、非常に見た目もかっこいいんで、はい、しばらくはこれで行ってみたいと思います。まあ、そんな感じでね、最後までご視聴ありがとうございました。引き続きチャンネル登録、高評価ね、よろしくお願いいたします。以上、バルブスギターのジャンでした。バイバイ。